アメリカ合衆国国防副長官。アメリカ合衆国国防副長官は、アメリカ合衆国の官職の一つであり、国防総省内で国防長官に次ぐ第2位の上級職員である。国防総省のウェブサイトによると、副長官には以下のような権限がある。現在の国防副長官はパトリック・シャナハンである。国防副長官に関する規定が置かれているのは、 合衆国法典第10編第1部第4章132条 10USC132 である。同条、A 項によれば国防副長官は大統領によって任命、指名され上院の助言と承認、アドバイスコンセントをもって就任することと定められている。なお、承認は上院本会議での投票をもって行われ過半数の賛成が必要である。 また、承認投票に先立ち上院軍事委員会で、公聴会が開催され、指名を受けた者が承認として招かれて議員からの質問に答える形で証言をし、適性を審査されることが一般的である。さらに道場、栄光によれば、国防副長官に任命される者は文民でなければならず、さらに退役軍人については、現役任務を退いてから七年以内の者は、 任命されてはならない。と規定されている。現在の国防副長官職にあたる官職が創設されたのは1949年4月2日に成立したパブリックロー81から36で可決された一般法第36号という意味によってである。同法の成立によって国防長官に次ぐ第2位の役職として国防次官 アンダーセクレタリー・オブ・ディフェンスのポストが新設され、同年5月2日には、初代国防次官として、スティーブン・アーリーが就任ている。同じように、現在の副長官職に相当するポストが、次官として設置された例として、国務省における国務次官ポストが挙げられるが、国務次官のポストが、国務副長官という名称に改められたが1972年のことであるのに対し、 国防次官のポストが国防副長官という名称に改められたのは、それと比べて非常に早く、次官職が創設されてからわずか4ヶ月後の1949年8月10日のことであった。この日可決されたパブリックロー81から216第81連邦議会で可決された一般法第216号は1947年に制定された。 国家安全保障法を修正する法案であったが、この中で国防次官職は国防副長官とその役職名が改められた。この法案の成立により、初代国防次官として在任中であったアーリーは、同日をもって初代国防副長官に就任した。その後しばらく国防副長官職について、動きはなかったが、1972年10月27日に、 成立したパブリックロー92から596で可決された一般法第596号において第二国防副長官、セカンドデピューティーセクレタリーオブディフェンスなる新しいポストが設置された。この第二国防副長官は従来の国防副長官と共に国防長官を補佐し、長官の指示に従って任務に当たることとされていたが、 第2国防副長官のポストは設置後しばらく空席の状態が続き1975年12月23日にジェラルド・フォード大統領の任命によりロバートフ・エルスワースが初めてこのポストに就任している。エルスワースはその後1977年1月10日まで同職を務めて退任しているが後任者は指名されなかった。 その後1977年10月21日に成立したパブリックロー95から140で可決された一般法第145においてこの第二副長官職は廃止され代わりに長官副長官に次ぐポストとして国防次官アンダーセクリテリス・オブ・ディフェンス職が設置された以降現在に至るまで国防次官のポストは 筆頭閣であるをはじめ担当職域ごとにポストが増設されるなどた結果、現在は5つの時間ポストが存在するが、第二国防副長官のポストが再設置されたことは一度もない。したがって、エルズワースは初代かつ唯一の第二、国防副長官である。なお英語版、ウィキペディアの本校ではエルズワースを歴代の国防副長官にカウントしているため、 2018年12月31日、T22 時28分24秒の番、エルズワース以降の台数が日本語版の本校とは一台、ずれている。国防総省のウェブサイトに掲載された、組織外説では、国防副長官の任務、権限について、国防長官のために行動し、また法令に則り、長官が行うことが認められている、あらゆる事柄に関して、 長官の権限を委任される、とされている。また、国防副長官についての初期定を定めた、合衆国法典第10編第1部第4章132条では、同条 B 公前段において、同様のことが定められている。また、同条 C 公では、国防副長官を国防総省の最高管理責任者、チーフマネジメントオフィサー、 シエもとして職務に当たると規定されている。これは年度によっては数千億ドル規模にも上る国防総省の予算の執行、管理や文民だけでも数十万人に及ぶ職員の統制など国防総省の日々の業務執行を監督する職責を負っているということあり国防長官がより規模の大きな職務外遊や大統領への助言などに当たらなければならないことが多い中で 国防副長官に与えられている c m モの職務は最高執行責任者、COO の立場に近。アメリカの国防戦略の方針を示す4年ごとの国防計画見直し QDR を策定する上級レベル再検討グループ、シニアレベルレビューグループ SLRG の議長を務めるのも国防副長官である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。